キャリオンプレゼンツファジアのニュースは株式会社キャリオンの提供でお送りします。キャリオンさん、今日もありがとうございます。はい、この番組ファジアのニュースはですね、我々フロントスタッフの視点から、チームが今どういう状況か、そしてクラブがどういう状況かをお伝えしていく番組でございます。今日もお付き合いのほどよろしくお願いします。フロントスタッフの桜内です。さあ、というわけで、前回の配信からもう2試合が経過したわけですけども、アウェイ岩手戦、まあ盛岡との試合と、そしてホーム山口戦があったわけですけども、皆様の応援のおかげで、2連勝で、この番組を配信することが今できています。そして明日は、首位横浜 FC 戦との、試合となっているわけですけども、まあ、あのアウェイ岩手と、ホーム山口の試合をちょっと振り返りたいと思うんですけども、まあ、岩手に関しましては、まあ、前半早々に、先制もして、まあ、いい形での崩し、そして、まあまあ、カウンターから、まあ、1点、やられましたけども、まあ、後半にもう一度突き放すと、まあ楽しかったですね、これもまた。そうですね、点入りますね。点だ、2試合でさ、はい、6点入ってるんよ。すごいですよね。すごいよね。でそのうち、チアゴさんが3点で、デュークさんが、まあ、あとデュークさんのね、あの点もあったし、でバイスさん綺麗な形で、まあ、あの PK とか、まあ、あと山口戦のそれこそ勝ち越しだの柳選手の、まあ、ヘディングシュートっていうのもありましたし、あの時僕はあの柳選手の得点の時は、まあ、スタジアム外に違う仕事をしててトラック乗ってたんですよ、はい、あの備品を運ぶトラックに乗ってて、あのスタジアムの歓声でトラックが揺れるぐらい、さすがに揺れないでしょトラックは。でも歓声はすごい聞こえて、うわーってなって、あー勝ち越したよかったっていうのをこうトラックで一人でうおーって言って喜んだのはありましたね。いや本当スタジアムは揺れましたよ ね、うん、だから、まあ 過去最高ではないけど、まあ、今季、まあ、一番 の入場者数、まあの方に来ていただきました、まあ、山口からも、まあ、多くお越しいただいてたりとかもして、あの、まあ、バックスタンドも、まあ、あのまあそれなり埋まってもあのいましたし、やっぱりバックスタンド あのスタッフなんかでも聞くと、やっぱスタジオがこう揺れたっていうのも、あの、まあ、久しぶりに揺れたみたいなことも言ってたので、うん、ぜひ、このあたりはホームゲームで、ね、そのスタジアムが揺れるというところをですね、まだあの感じたことない方は、スタジアムに遊びに来ていただければと思いますし、そして何といっても明日横浜FC戦ですよ、はい、首位横浜FC戦、まあ、横浜 FC さん、あの台風の影響でね、あの、まあ、今週火曜日試合やって、まあ、群馬に1対0であの勝たれてましたけども、まあ、あの若干のやっぱ試合の感覚というか、あの、まあ、終わってから、まあ、我々1週間あの綺麗に空いてますけども、まあ、向井の姿勢はその、まあ、ウィークデーに1試合あったというようなところで体力面なところだとか、まあ、といってもやっぱ火曜日に試合してるからリカバリーは多分もう多分、まあ、この辺り沢とかに聞くとやっぱ中2日はちょっときついけど中3日は全然大丈夫ですみたいなことはやっぱ沢とかは言ってたから全然戻りますよ、まあ、要は48時間空いたら結構戻るとは言ってたんで、まあでもやっぱこの夏場のね、まあ、そういう苦しさとかもあるんで、しっかりと予感しいと、まあもう木山監督もおっしゃってましたけど、毎試合決勝戦のつもりでやっぱり戦うと、まあ、というわけでそんな、新戦力もですね、まあ、若狭選手も入ってきたりする、まあ、今のチームなんですけども、まあ、そういったことを軸にですね、今日のニュースは届けていきたいと思います。今日のヘッドラインはこちらです、どうぞ。新加入、若狭選手インタビュー、ホーム山口戦、玉田玉秀斎さんの講談、社会連携プログラム浜田選手発案企画というふうになっております。
まずはですね、ブラブリッツ秋田より完全移籍で加入しました、若狭選手のインタビューを届けていきたいと思います。先日ユニフォームでの写真撮影がありまして、まあ、ユニフォーム姿でのインタビューもインタビューとなっておりますので、そちらの映像をご覧ください。どうぞ。そうですね、まあ、入って数日ですけど、すごい印象としてはもう本当に選手のみんな仲良くて、練習の雰囲気もすごい良くて、まあ、僕も少しずつですけど、まあ、コミュニケーションもいろんな選手と取れてきていて、まあ、すごい本当にプレーもしやすいし、普段の生活もですけど、すごい居やすいなっていうのが率直なイメージです。そうですね、仲良くなったというよりは、もともと堀田選手とは福島で同じチームでやっていたので、まあ、来る前からすごい連絡も取っていろいろなことを教えてもらってましたし、まあ、あと徳本選手は同い年なので、J リーグの新人研修の時にちょっと一緒になって、そこからまあ試合たびに話している仲なので、まあ、2人がいるのはすごい心強かったです。そうですね、決まったタイミングで少し話をして、岡山すごいいいところだよっていうのはすぐ言ってましたし、まあ、環境の面でも、あとはなんですかね、チームの雰囲気っていうのもすごいいいですし、まあ、あとサポーターもすごい多くて、サポーターの方もすごい温かいっていうのは聞いてます。そうですね、90分通してハードワークできる部分が、まあ、自分の強みでありますし、まあ、守備では球際の部分、ボールを奪うっていう部分だったり、まあ、あとは危険なスペースを埋めるっていう部分だったり、まあ、そういう試合の流れを読む力っていうのと、まあ、攻撃ではボールを触りながら攻撃のリズムを作ってゴールに関わるっていうのが、まあ、自分の強みかなと思ってます。はい、と途中からの加入になりましたが、まあ、もう J1 昇格に向けてチームはすごい、まあ、ここまでもすごいいい戦いをしていると思いますし、まあ、そこのチームの一員になれるっていうことに感謝しながらも、そのチームの一員としてしっかり力を発揮して J1 昇格の力になれるように、まあ、早くまずは試合に出て自分のプレーを見せてしっかり勝利に貢献していけるように頑張ります。これからよろしくお願いします。はい、若狭選手のインタビューを見ていただきました。まあ、福島でチームメイトだった堀田選手とか、まあ、新人研修で一緒だった徳本選手とか、そしてチームメイト、まあ、元チームメイトの、まあ、増田選手だとかに岡山の印象を聞いてたということもありましたけども、まあ、若狭選手 FC 東京ユース出身から、日体大ではありますけども、まあ、日体大という僕的にはやっぱり増田選手の後輩にもなるんで、また全然増田選手も同じ日体大でもキャラが違いましたね。そうですね、全然違いますね。誰かのツイートにね、まさに君がね、一番言うこと聞かへんかった後輩やけどもよろしくお願いしますって増谷さんが書いてたんですよ。若狭選手のことですか？若狭選手のこと。その後ツイート終えてないんですけど、やっぱそういうのこうちょいちょい絡んでくるのはやっぱり増谷選手らしいなっていうのはありましたけども、まあ、まあ、とは言ってもやっぱり、若狭選手、まあ、だからもう横浜 FC と出ると、明日のもし試合出れたりすると、もう今年2回戦ってますから、ホームとアウェーで。でインタビューも僕ちょっとどこかで見たんですけども、全然悪いイメージないと、まあ、すごくいいイメージを持って戦えると思うっていうようなことも若狭選手おっしゃってましたし、まあ、何よりもやっぱり新しい戦力として、まあ、どう今のチームに融合するのか、やっぱボールの奪取率とか、やっぱ守備の能力とかやっぱすごく高いというふうに聞いていますので、そういったところにこの若狭選手が、ね、どういうような、まあ、プレーを見せてくれるかっていうのはすごく楽しみですね。そうですね、来てくれた若狭選手をですね、ぜひ皆さん、応援いただければと思いますのでよろしくお願いします。はい、そして続きまして、8月13日山口戦の試合前に行われました講談師玉田玉秀斎さんによる講談イベントです。昨年に引き続き2回目の来場となりましたが、非常に盛り上がった次第です。そのイベントの様子をですね、全てではありませんがご覧ください。こちらをご覧ください。どうぞ。2021年8月の9日、オーストラリア代表のミッチェル・デュークが加入をすると、タジアの岡山は
肘のごとくに舞い上がった。こうして迎えた開幕戦、これがプロデビューの田中雄大の見事な勝ち越しシュート、そしてチアゴ・アウベスの超スーパーロングシュートが決まり、4対1で大勝利。今年こそいけるぞ。ハーフタイムにエンジンを組んだその時にバイスが静かに言った。俺たちはここで勝って帰るぞ、俺たちはここで勝って帰るぞ、俺たちはここで勝って帰るぞ。うわーっという飛び出していった選手たち、ここでがっちりとギアが噛み合った。それから始まった大快進撃。目指すはただ一つ、 J1 昇格。そのためには皆様の応援が選手の力とはなる。こんなに嬉しくて、こんなに悔しくて、感情が爆発する90分がいざ始まる。はい、玉田さんの講談の模様を少し見ていただきました。嬉しかったのが、これ多分玉田さんおそらくファジアのニュースを見て組み込んでくれてたことがあって、バイス選手、バイスさんが勝って帰るぞって、勝って帰るぞって、あれ多分ここでしか言うてない話だと思うよ。多分そうですね。そうで、多分それをタマさん見てくれてるし、でタマさんね、やっぱりこう演者やのに終わったら、まあ、試合見て帰るじゃないですか、はい、そのチケット自分で未然に起きて観戦してるんですよ。チケット売り場行って、チケット売り場行って、で、まあ、これ別に決してこう、じゃあこれから出ていただく演者の皆さんがそうしてくださいってわけじゃなくんですけども、まあ、タマさんがやっぱそこまでして、まあ、こう自分のお金でやっぱこう試合を見てくれる、で実は玉さんも見てる試合めちゃくちゃ勝率いいんです言うて帰っていきはりました。ありがたいですね。ありがたいね。いやね、本当にもう玉さん、今回も来ていただきまして本当にありがとうございました。まあ、去年玉さん来ていただいてからは、負けなしというような記録も続きましたので、まあ、去年にあやかって、まあ、今年はもう J1 昇格まで玉さんの弦を担ぎながらですね、皆さんと応援していきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。さあ、そして続きましては、浜田選手、これはまた浜田選手が、社会連携のことを、まあ、J リーグでは、シャレンと呼んでおりますが、まあ、その、シャレン活動の一つとして浜田選手発案のイベントでございます。これはまたすごく面白そうですね。まあ、浜田選手、皆さんご存知のように帰国子女、ということもあって、まあ、英語がすごく話せるということなんですけども、まあ、外国人との共生社会づくりを目的としたサッカーイベントでございます。まあ、これは9月4日ホームゲーム町田戦で実施することとなっております。対象は小学校1年生から6年生、ピッチ内でのレクリエーションやミニサッカーなどを行います。イベントの目的上、外国籍のお子さんを優先的に募集いたしますが、まあ、日本人の方ももちろん応募できますので、ぜひご応募いただければと思います。定員は30名で、応募の締め切りは8月29日までとなっております。
まあ、本当にあの浜田選手のこれまでの生い立ちから含めて、まあ、培った経験をですね社会に何かしら還元していきたいっていう思いの中で、まあ、こう実現しているあのイベントでございますので、あのぜひ皆さんご応募いただければと思いますし、やっぱりこう現役中にこういう活動をしていこうっていうその浜田選手の行動力でやったりだとか、やっぱりそういう、まあ、多くの人を巻き込む力っていうのはやっぱり改めてこうすごいなというふうにも思いましたし、やっぱりその社会課題としてやっぱりこれから多様性、まあ、いろんなところで言われてますけども、まあ、そういった方々を、まあ、いろんな形で、まあ、サッカーを通じてですね共生できる社会づくりに貢献したいっていう思いをですねぜひあの皆さんと一緒にあの達成していきたいと思いますのでよろしくお願いします。申し込みフォームはファジアの岡山のホームページにございますので、ぜひ皆さんこちらの方をご応募いただければと思います。はい、というわけで、本日のファジアのニュースはここまででございます。前回もたくさんのコメントいただきましてありがとうございました。一部ではございますが、コメントを読ませていただきます。ホワイトジャックさん、佐野くんのゴールごとにスタンドを煽ってくれる感じがもう最高、フルパワーの応援があれば絶対昇格できるということで、そうですね、佐野選手、まあ、交代した時とかもそうですし、まあ、結構10番ゲートに向かってこんな感じで18歳よぐらいね、もう今もう主力でもうすごく働いてくれてるというか、あの活躍してくれてるんで、もう岡山の星、まあ、津山市出身の佐野選手をですねぜひ今後も注目していただきこうと思いますのでよろしくお願いします。 KKFT さん、本山選手、田中選手のコンビ名春優が可愛いで選ばれてたのが良かった、春優とともに J1 行くぞということで、こう市民権を得ていろんなこうグッズができるぐらい、あの彼ら2人にも活躍していただければと思いますので、ぜひ皆さんで応援していきましょう。はい、今回のファジアニュースはここまででございます。ちょっと申し遅れましたが、私が着ているこのユニフォーム、9月4日町田戦で1万名様にもらえるシャツとなってますので、今回は瀬戸内海の、まあ、青、まあ、瀬戸内海のあの多頭尾を、まあ、イメージした、まあ、そんなユニフォームデザインになってますので、ぜひ1万人の方々にこれプレゼントしますんで、ぜひ9月4日町田戦、多くの方にご来場いただいてですね、このユニフォームを受け取っていただければと思います。またあの感想とかコメントとかですね、このファジアニュースの、コメント欄にどしどし、ご記入いただければと思います。キャリオンプレゼンツファジアのニュースは株式会社キャリオンの提供でお送りしました。キャリオンさん、今日もありがとうございました。またお会いしましょう。ありがとうございました。リニエポスト直撃、そしてゴール、先制点は岡山、PK をものにしています。スペースに落としていくっていうところ、相手の裏を作っていくのは続きですね。チアゴ・アウベスが行く、折り返し決まっていました。飛び込んでいったミッチェル・デューク、岡山追加点2点目を挙げました。グレンネルが横から行きます、左足でチアゴ・アウベスへ合わせる、チアゴ・アウベス、いやー、シュート、ワンタッチで決めた、鮮やかな攻撃、岡山3点目。真ん中決めていきました、チアゴ・アウェス、今シーズン14ゴール目。バイス落ち着いた、寺門の手には当てましたが、岡山2点目。さあ、川野からのクロス、中央ヘディング、柳のヘッド炸裂、今シーズン4ゴール目、セットプレーでした、佐藤さん。